ね、まあこんな感じでございましたね日々、まあこれは一昨年になるんだな、2018年の回でございましたね。素晴らしいございましたね皆様ね、バータリ旅行バータリ旅行そうそう なかなかもろいな、うん、というわけで、あ、すいません、ありがとうございます。今り娘ちゃんありがとうございます。コーラスが美しい兄ちゃんだな、あ、もうね、ありがとうございます。本日の私、本日の私本日の私シリーズ、ね、本日の私シリーズ、あー、すいません、あ、みがこちゃんありがとうございます。スマホのイヤホンで、いやいやいや、もう ね、あんまり無理しないようにね、気をつけてね、ね、こっそり中ね、ありがとう。日当たり旅行 DVD、 あ、今、ま、もう放送終わるの、もう まだ やってんのあれ 再放送っていうの、うん、もう終わったんじゃないかなあれな、あ、すいません、ありがとうございます。まあ三日清今日みちゃん、ありがとうございますね、ありがとう。本日の私シリーズ、シリーズって言ったってそんなシリーズあるかどうか置いといてね、そんな私のお昼ご飯っていうね、そういうね昼飯でございますね。いや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 、あ、あと7回あるんだ。そっかそっか。うん、よかったよかった。うん。ねえ、まだ12話。ああ、そっか。あ、結構あるな、まだな。うん。うん。これですね、ちなみにうどんじゃないんですね、これね。最近はね、スーパー、まあ、KY もそうですけどね。これはあれですよ。つけ麺でございます。ね。つけ麺、おうちご飯でございません。これ事務所飯です。もう、キーボードで仕事してる机をギャッとどかして、ね、シリーズ化しましたね。すいません。誰もいなかったもんですから、具はないです。酢つけ麺。酢つけ麺ですね。いや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 、あ、声優になかった？あら、あれは、それはね、皆さん、お目が高いんですよ。あれ、うまかったもんな。それとはね、違うところの、つけ麺でございます。酢つけ麺ですね。乾麺ではないですね。一応、なんか小分けの袋に入っている、キーボードが近い。ああ、そう。でね、危ない、ね。ガラステーブルですね。ガラステーブルの下にメッシュのボードを置いて、引き出しにしてるっていう、そういうパターンのやつですね。ソフト麺みたいではない。一応、酢つけ麺ですね。つけ麺。で、ああいうのってよくしたもんでね、麺がね、だいたい2人前入ってるんですよ。ね、よくしたもんで、麺2倍というか2人前入ってるので、残してもしょうがねえから、つって、まあ2つ湯がいちゃったんだね。湯がき時間大体5分ぐらいでございましたね。レンチンじゃございません。ちゃんとグツグツやるやつですね。ちゃんとグツグツやるやつ。ガンとグツグツやりましたよ。5分、ちゃんと測りましたよ。ねえ、OK、ググルって言いながら、5分測ってとか言うとね。それで、こう、ザルにザッと開けて、流水でちょぼちょぼっと洗って、冷たくした方がいいからね、これキュキュッと締めて、もう、んで、酢つけ麺。キーボードに次を止まって、イラ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 。そういうオチはいらん。ねえ。ガラステーブルにビニール。まあ、そんなもんですよ。もう、でも、うちのこのガラステーブル、でかいんですよ。俺が使ってる仕事机。ですけどね。これ、幅結構ありますよ。事務所にね、持ってくるときに、これも指ちぎれそうになりましたね。キーボード3回目は誰かなあ、島原の黒ごまそうめん。ああ、これ、あれうまかったでしょ。あれはうまいって。ねえ、麺の山一。つけ麺の味。これは魚介系でしたね。熱いのが僕は、つけ麺のつけ汁は熱いのがお好みです。ね。
これガラスのテーブルって言っても、いわゆるローテーブルじゃないですよ。普通の高さが言うと、まあ、80センチはないのかな、そんぐらいですね。あ、OK、グーグルに、うちのグーグルが反応して、そうっすか。ごめんなさい。このガラステーブル、クソ重いって、クソいらんだろ、クソ。ねえ、いやいやいや、もう本当にもう大変でございます。パソコンのキーボードに汁飛ばされ。飛ばそんな間抜けな真似はしませんよ。ねえ、なんかあのうちの一味にね、約2名ばかしいたらしいですけどね。ほんと、買ったばっかのキーボードにね、バーって、バーって。ほんなこう。いや、ほんとにこれガラスのやつ、むっちゃ重いんですよ、この。いや、ほんとに。大変だよ。で、俺のテーブルだからいいだろ、別に自分で拭くから。ほんとにね、いるんです。いや、買ったばっかりの、MacBook Pro に日本酒こぼすやつとね。んで、買ったばっかりのラップトップに、コーヒーこぼすやつとね。本当にね、もうね、いやー、物は大事にせえやって話ですよね。3回目は本丸。いや、違う。そういうことしません。これガラスね、1センチちょい、まあ、強化ガラスですね。強化ガラスなんですけど、いや、重い。でもね、ガラステーブルにすると、広く見えますよね。日本酒、コーヒー、あとはつけ麺。いや、東洋、あ、東の家具も流行りましたね。流行ってましたね。なんかね、東のやつね。手足がどんどん置いてきてるから、かしいましね。ああ、かしいましません。かしいはしません。ああ、黒ごまそうめん。夢サイトでゲットしたか。ああ、そうか。ああ。いや、うまいっすよ。これは、1年生でランドセル壊した人が何より。いや、そういうね、なんかこう、まあ、ね、どちらかというと、こう、乱暴者の人生、世の中にはね、いろんなことがありました。そういう人生がいろいろありました。しかし、もう、そういうことはしませんよ。私は。ねえ。いや、ね、一味のことでございます。一味じゃございませんね。一味のうちのワン、ツーやりましたんでね。次は誰がやるかなっていうね。おいさん来ちゃいます。おいさんには毛のこと言ってないから大丈夫。乱暴者にはなりませんね。もう、ね、まあ、久々なんでね、せっかくなんでポチッと、こういうところをね、お見せしようかなと、おーいっていうね、これね。こんな感じで、マニュエル夫人って、塔の、上からぶら下がってるやつだろ、あの背中が異常にこう、でかくなってるやつな。マニュエル夫人。なあ、もうこんな感じでございます。皆様ね、いかがお過ごしでございましょうか。味はですね、すこぶる普通でございました。すこぶる普通。ね。どうも、エミコちゃん、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。今日は爽やか。今日は爽やかでございます。まこちゃん、ありがとうございます。どうも、ありがとうございますね。背景にシャツが溶け込んでる。そう、一応狙っております。あ、すいません、りゅうちゃん、ありがとうね。さっき、ちょっとスイカ抱えてきて、若干汗だくになったもんですから。まさみちゃん、ありがとう。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ねえ、いやー。ああ、すみません、ラスカルちゃん、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。T シャツ、今日の、ロック T シャツ。ようわからんけどね、これね。まあ、ようわからんですけど、よし、ね。アミちゃん、ありがとう。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ナミちゃんもありがとうございます。ありがとう。すみません、ありがとうございますね。いやあら、まあ、ゆみちゃんもありがとうね。すいません、ありがとうございます。いやロック T シャツでございましたね。いや、まあ、白 T、まあ、その辺に転がってたやつ、をね、一応、爽やか。爽やかを売りにしてますから。今年38歳でございます。人道ありがとうございます。ありがとうございますね。顔だけ浮いてる感じ。やかましいわ。そうそう。白シャツ着るとこうなるんじゃ。
な、これしょうがない。ねえ、ねえ。いや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 、本当に埋もれてる感じでございますね。そうそうそう。こうそう、うどんうどんじゃないって言ってるところに T シャツうどんって書いてあったらいいよ、じゃ。しまったー。しまったー。あ、ふみてありがとう。ありがとうございますね。そうなんだよな。なかったんだよな、そういうやつね。ねえ、顔箱みたいってか。すいません、ありがとうございます。顔、そうそう、顔箱のような。すいませんね。ああ、ひよこちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。ねえ。ああ、こんばんは。いらっしゃい。そうそう、色でこんなにも印象がある。その通りでございますね。ああ、ゆうちゃん、ありがとう。ありがとう。すいません、ありがとうございます。ねえ。そう、ロック。ロックでございます。ね。もう、ああ、みんなありがとうございます。ああ、たけちゃんありがとう。すいません、ありがとうございますね。もう爽やかで売っております。爽やかで売っておりますって。売ってねえから、もう。もう、そんなの、スイカの汁飛ばさないようになって、まあ、これ部屋着だから。うん。ロック。ね。ロケンロー、ロケンローでございますね。ああ、ケミちゃんありがとうございますね。いやー、ほんとグレーにしか見えません。あー、そうですか。あー、まあ、そろそろね、ちょっとおぐしの方も、ちゃんと、あれしなきゃいかんなと。あれを何しとかなきゃいかんなっていうふうに思うわけでございますからね。こんなのなんかこう、海際にいそうな感じだよね。爽やかって食事どころ知らんわ。セクシー路線に、あ、セクシー路線に変更か。昔一時期目指したことあったな。ねえ、セクシー路線か。セクシー路線最近、おえさんにちょっとな、チートばかし取られてる感じがするだろうな。なあ。ねえ、首の下に人形の服つけた。ああ、これちっちゃいやつ、ちっちゃいやつ。ああ、ありがとう。ビタちゃん、ありがとう。すいません、ありがとうございます。ね、はい、こんばんは。なお、お疲れ。爽やかってハンバーグ屋さん。ああ、こんばんばーんってね。そう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 。ね、あれを何するですよね。ああ、リエちゃん、ありがとうございますね。ありがとうございますね。週末ライブ。ああ、週末ライブ頑張りますよ。ありがとうございます。ああ、こちゃん、ありがとう。すいません、ありがとうございますね。いや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 。まあ、セクシー路線を、こう、語るにはですね。チートばかしね、こう、年がね、いた。ああ、ゆうこちゃんありがとう。すいません、ありがとうございますね。やっぱほら、ね、見る人が見ればちゃんと爽やかなんですよ。T シャツを着ればね、腕をまくるのがね、こう、基本なんですよ。ベーシックな形で。ああ、ゆうこちゃんありがとうございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。白がお似合い。ええ、加藤隆さん、やかましいわ、お前ら。ああ、まっせちゃんありがとう。あれを何しましょう。そういうことでございますよね。グラビアモデルさんゲスト希望。やっとによ。だったら自分が動いて連れてきなさいっつーの。ね。ゲスト。入れてあげるから。ほらね、おじさん。おじさん。おじさんも、もう、そうだな。チータ。チータ。ああ、爽やか、爽やか、爽やかにか。やめろっつうのは、ありがとうじゃねえか、それは。もう本当に、男優目指してねっつうのね。マニアックすぎるわ、おい。大体昔から T シャツ着るとね、あ、やっぱり腕をまくるって。で、あの、昔はほら、煙が出るタバコ吸ってる頃は、ここのとこに、こう、だからタバコピョッとしちゃって、ピョッキョッと、あ、美香子ちゃんありがとう。ね、気をつけてね。本当に気をつけて帰ってください。ねえ、そういうなんかこう時代でしたよ。なんかここのとこだけなんかちょっとだけね膨らんでる感じね。やってましたね。タバコとジッポのライターっていうね。いやー時代でございますよね。曽我和子さんでゲスト。いやいら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 、それはいらんよ。それはね。ジェームス・ディーン。そうそう、あの頃ですよ。いやー、ボスはセクシー路線でね、ジャイアン。じゃあ、やかましいわな。これこれこれ。今、夕方から来てる私のシャツが裏返しに気づきました。やってましたね。いやー、それはやっちゃいましたね。いやー、カボスのソガさん T シャツにタバコ。あー、そうだったね。胸ポケットに入れてたね。あのおじさんね。いやいやいや、そうなんですよ。
ね、腕まくりやってましたね。昔、これ今ね、あのうちの、あ、すいません。ゆきちゃんありがとうございます。ありがとうございます。昔の写真をね、こうやって上げてみましたね。これね、これですよ。ほらほら。ほら。見えるかな、これな。これ、ね、涙のラストクルーズっていうね、ローマンホリデーっていうバンドのね、やつをね、カバーしたジャケットでございましたけどね、腕まくりしておりましたね。ジャイアン喧嘩するときこんな感じで腕まくるって、まあ、まあ基本なんですよね、多分ね、腕をキュッキュッってね、腕が裏返しやっちゃう、そういうことありますよ。しょうがない、どんまいどんまい、ああしょうがないですね。でちなみにですね、こういうのも出してまいりましたですね、高橋マフ。本当に昔からね、袖がないのが普通だったんだね。アナザーサイドですね。まあことね、これね、これね、腕まくりしてたら前足出てるよって言われた。それはひどいわ。それひどいわ。ああそれはちょっとね、モラハラだよね。ちゃんと訴えたほうが、じいちゃんの袖なしになると、ちょっと違う人になっちゃうから。それは違う人になっちゃうからね。ね。前足とか振り袖が地面につく。いや。アナザーサイド、私の言うてみて、まさにアナザーサイド。そう、柄とかが今ついてるやつを比較的着てるのは、裏表に着なくて済むっていうね。大事ですよ、これね。ああ、もう、大事、大事。やっぱりね、男はいつまでもこう、ジーパンをね、ちょっとだらしなく履いて T シャツ1枚で腕まくりしてるっていうね、そんな感じの、こう、親父に憧れますよね。なんか、そうありてえなって思いますもん。なんかね、こう、ちょっとこの味ちょっと違うなっていう、なんかそんなイメージ的なもんかもしれないですけどね、なんかねそういうのがあったりしますんでね、袖いらんなら切ってまい、違う、それは違うんだよね。これあるやつをキュッてするのがね、コロコロ活動しすぎたのか、利用者様に腕がしっかりしてきたと言われました。そう。やっぱりね、あ、本物さんだよー。はい、いらっしゃい。ねえ。そう。ああ、ハサミでジョキジョキ。まあ、袖はあろうがなかろうがどうだってね。これね、キュッてしたら落ちてきませんか。落ちてきたのをまたたぐるのがええねん。袖伸びませんか。伸びるのがええねん。だから昔はだからここにこうタバコピョッと挟んでこうやってふいって折り曲げてここだけクイックイックイってね、そういうやつですよなあ。はい、いらっしゃい。なあ、いやー、まあ白 T、 まあ一番無難は無難なんだけどね。いや本当にそう、日本人はね、まあでも最近やっぱりちょっとずつ変わってきたかな。金銭的に袖がない。まねっこして腕めくってみたら自分の大きさにがっかり。いやとんでもない。あ、いらっしゃい。ねえ、あ、燃えてヒーロー、ああいいじゃないですかね。もうこういう時こそね、やっぱり元気が出るような歌歌ってくださいね。そう。まあでもいろんなことをやりながら、そう、たぐるのがええんよ、たぐるのが。でも今、アイコスになっちゃうとなかなか、こう、大きさが、なかなか難しいんですよね。やっぱりこう、白 T。でも昔はなんかね、こうなんかこう、ジーンズ的なやつと、なんか昔はほら、なんかこう T シャツをインするっていうね。
インをして履くっていうのが流行った時代があったね。あれはどういう時代だったんだろうね、あれね。いやいや、ねえ、もうね、これはでも大変でございます。ああ、裏やん、こんばんは。ね、袖まくっちゃうんですよ、これね。外国人のおばちゃんがミッキー T シャツ。ああ、いいじゃないですか。ね、おばあちゃんになっても、キャラティが似合うばあちゃんになりたい。いいですね。そういうことですよ。ある程度の大きさがないと血止まりそうやね。コメントはしとこう、しとかんようにしようね。今まだインしてますよ、若者は。ああ、ほら。なんか知らんけど、前だけちょろっと入れるとか、なんか、そういうのをなんかやっとるやん。もうなあ、もう、この年まで来るとな、別にそのトレンドとかそういうものなんてどうだっていいんだけどな。いや、またいい、今もいい、また流行ってるんだ。はあ、ハイウエストのパンツ流行っとったな。なんかバギーパンツとか、なんかニッカポッカ、ニッカポッカじゃねえや。今もいいんなの？へえ、袖を片っぽに絞って格好つけてました。ああ、そういう時代もございましたね。ねえ。なんかな、時代でございますね。うちの母の86歳で全身ショッキングピンク。素晴らしい。素晴らしい。やっぱりね、年を取って派手なものを着るって、なんか皆さん、なんかちょっとね、もう年がいもないとか言うじゃないですか。でもさ、なんかこう、年老いってね、なんかこう、なんか地味な枯れ葉色みたいな。前だけインしてて近所のおばちゃんに後ろ出てるよって言われて。ガロンさん、こんばんは。そうそう、ヘインズのシリトシ、白 T ですよ。リーバイスの501ですよね。前がボタンなのかちょっとかったりんだな、あれな。あ、ジョッパーズパンツってんだ、あれな。いや、男のはピチピチ短め短パン。あー、なるほど。俺さ、短パンだけはどうも許せねえんだよな。なんかこう、バミューダ的な、こんばんは、いらっしゃい。まあ、じゃあ、すいません、じゅんちゃん、ありがとうございます。ね。そう、ブライアダムスですよ。ブライアダムス、ねえ。ジーンズに白 T イン。あれ、いいじゃないですか。ねえ。いやー、ああ、いや、もう。でも本当そうですよ。やっぱりね、ちょっと賑やかな、ちょっと賑やかなやつをね、やっぱ着るのがいい。ケミカルウォッシュはさすがに今、ひよこちゃんありがとうございますね。デニムベスト。デニムベスト？あ、でも昔よく着てたよな。俺は小学校ぐらいの時にあったよな。なんか千鳥格子じゃねえ、なんかちょっとね、格子が入ったようなバミューダパンツ、親父たちがよう履いてたけどね、こんダッサーと思ってましたけどね。なんかね。いや、ジーンズだったらやっぱりちゃんとな。ジーンズで俺ね、昔からね、スリムダメなんですよ。ああ、リエちゃんありがとうございますね。自分が履くんですよ。自分が履く分で、リーとかのスリムあったじゃないですか。あれはね、なんかね、なんかこう、自分のこう、いまいち、ええー、ケミカルウォッシュ履いてんの？マジか。もうだから、ね、ついって言ったら言い方変だけど、10年ぐらい前がケミカルウォッシュ言ったら、イコールでこう、なんかこう、ダサい男の、なんか代表みたいなこと言われたんですかね。短パンに靴下は NG。これはちょっと順一でいかなきゃいかんのね。やっぱね、アダルトなスーツ。ああ、スーツねー。T シャツ短パン。めんどくさくてそのまま、靴履いて田んぼの様子。いや、そういうね、そういう人はよくいますよ。細いのに、俺短いのがいまいち好きじゃないんですよね。タイプ的には。俺、ブーツ履きたいタイプなんですよ。ブーツ履きたいタイプなので、どちらかというと、どちらかというと、やっぱりこう、なんだな、まあ、ストレート、もしくは、まあ、ベルボトムじゃなくてもいいんですけどね。やっぱブーツカット、ですね。いやー、もうね、本当にね。あ、T シャツ、あ、すいません、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ね、今度ね、ぜひともね、身につけたいなと思います。流行り出してんの、マジで？
ケミカルウォッシュって科学的にほら、なんか霜降りみたいにしたジーンズのことやろ？トイレの時ボタンをパン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 ってあれ外れりゃいいけどね。あれ外れねえで、もう買ったばっかりの時もうクソ硬くてさ、こっちも非常事態なんで、お前も非常事態かよみたいなね。そういう事態が、ね、ありましたんでね。ショートブーツかロングブーツ。僕はミドルですね。ふくらはぎまで隠れるやつは好きじゃないんですよ。ね。ふくらはぎの下、向こうっつね隠すか隠さないぐらいがいいです。ね、それぐらいです。ね。足のサイズに、でももう縮んだよな。足のサイズ、今26半ぐらいじゃないかな。短パンにブーツ。それはね、多分ね、ブルマだね。それはブルマの世界やな。ベルボトムはね、足が長くないとね、カットするじゃないですか。下の方でシャクって。シャクって買ったら、こう広がってるところ上でカットすると、まっすぐなっちゃうからね。それ気をつけなきゃいけない。それは気をつけなきゃいけない。大事大事。大事ですね。霜降り状態になっちゃうじゃないですか。やっぱね。あれ化学薬品でこうシャーってするやつやんか。昭和が流行ってんの今。マジでか。そうか。ウエスタンブーツも昔持ってたんですけど、なんだっけ、トニーラマとかのいうやつ。ね。そういうやつを持ってたんですけど、さすがにね、重いのと、重いんですよ。いや、ブルマじゃないよ。体操着のブルマじゃないよ。ドラゴンボールのブルマだからね。気をつけてね。ブルマじゃない。そっちの話をすると、おじさん出てきちゃうからやめて。今みんなショーパン履いてっから。ね、ブルマなんか履く子いないか。ねえ、いやね。あ、いらっしゃい。ねえ、これはかよさんっていいのかな？あ、いらっしゃい。すいません。もうね、てん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 とね、素早く行っちゃうとね、なかなか難しいございます。あ、七分ズボン。ああ、なるほど。ドラゴンボール、そう、ドラゴンボールの、ベルボットのシークレットブーツ脱いだら、袴。あ、桜ちゃん、ありがとうございます。来たらブルマ。ブルマじゃないよ。ブルマってドラゴンボールの、ほら、女の子じゃないですか。ブルマですよ。ブルマ。ね。ブルマが短パンにブーツ履いてたなっていうイメージが俺の中にインプットされてたから、イメージだっていう風な話をしたわけですよ。で、別にブルマのことを言ってるわけじゃございませんね。おじさんね。出てこなくていいよ。はい。さよなら。そっちだこと。ね。はい。いらっしゃい。はい。体育のブルマではございません。ドラゴンボールのブルマですね。確かね、なんかのこう、アーティスト写真じゃないけど、イメージ、ああ、すいません、ブルームちゃん、ありがとうございます。お疲れ様でした。ねえ、だから、ちゃんとした、ブーツ。だから、ウエスタンブーツとかを履くんだったら、ああ、いらっしゃい、こんばんは。履くんだったら、ちょっとね、スリム系のやつで、シュッと入れた方がいいんだろうけどね。もう、ああ、ひよこちゃんありがとうございます。今はね、やっぱりこう、いろいろなものがあって、いろいろなものがあってですね、今みんな、男女揃ってショーパンですね。ねえ、大体、もも上、今はね、もも上ぐらいが流行ってんのかな。膝上か、ぐらいの、ジャージ的な、ショーパンでございますね。期待通りのおじさん登場でございますね。知らないから、体操服のブルマ。そう、違う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 。今はみんなショーパンみたいですよ。ね。そういう話をしておりましたね。うちの子たちもみんなそうでした。ね。俺たちの頃はほら、なんかね、小学生のね、男はなんか白いさ。辛いね。
痩せたハートでささや